ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は得点区に上がりましたが、確認のために漏れがつき、協議した結果、稀勢の里の手が先についており、行司軍配通り得点区の勝ちと決めました。ただいまの決まり手は桁振りで得点空の勝ち。